今月22日に開通する首都高中央環状新宿線山手トンネルで2つの大きな訓練が行われました。まずは今年10月から運用が始まった緊急地震速報に対する訓練です。くじらい記者の報告です。運転中に緊急地震速報を受信したとき、どのように行動すればよいのかという訓練が今日初めて行われました。訓練、緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。ドライバーはラジオから緊急地震速報の情報を得て、情報を知らない後続車に追突されることのないよう緩やかにスピードを落とし、安全に車を停止させます。何回かレッサーサルですか、訓練したみたいなもんですから、かなりスムースにはいったと思います。本番でもこの通りで行くかどうかっていうのはちょっと自信はないんですけどね。すでに緊急地震速報の一般運用は今年10月から始まっていますが、速報を受けた時にどう行動すればよいのかを理解しているのは全ドライバーの3割程度だということです。警視庁ではこのような訓練を通して非常時における交通事故発生の被害を最小限に抑えたいとしています。一方、ここ山手トンネル専用の交通管制台では事故や火災を想定したデモンストレーションが行われました。およそ 5.5 キロにわたる山手トンネル内には死角ができないように160台のカメラが設置されていて、その映像は管制室のモニターで監視されます。デモンストレーションは西池袋の出口付近で車から火災が発生したという想定で行われました。突発事象システムが検知しました。関連モニターで確認します。これまでは管制員がモニターを見て事故や火災を発見していましたが、山手トンネルの管制台では事故などの異常事態が発生するとその場所と前後のカメラの映像が自動で映し出されるシステムになっています。管制員は非常電話で通報を受け、火災を確認してから現場で避難の誘導などを行うバイク隊の出動を要請しました。また霧状の水を放水する設備を操作して火を消し止めます。事故や火災は 2,3 分の遅れが事態の悪化につながることから、首都高ではモニターの自動検出システムで見逃しをなくし迅速に対応したいとしています。